大学に行きたいだって。急にどうしたの、ずんちゃん。お前は高校を卒業したらすぐに働くと言っていたじゃないか。訳を聞かせてくれないかしら。前はそう言ったけど、やっぱり大学には行っておきたいと思うのだ。意味がわからんな。だからなんでって聞いてるのよ。ちゃんと理由を言って。将来のことを考えた時に、大卒の方が就職先も選択肢が増えるし。より好みしたいというのか、何を贅沢言っているんだか。高卒でも就職できるだろうが。お父さんもお母さんも大学なんて言っていないけど、立派に働いて子供まで育てたのよ。そりゃ苦労もあったけど、私は後悔なんて一つもしていません。でも今はお母さんが話しているところだろう。口を挟まずにちゃんと聞け。お母さん、こいつは親をバカにしているんだよ。かわいいかわいいで育ったからな。甘やかして育てすぎたとお父さんは反省している。これはお父さんたちの責任だけどな。そんな、ずんちゃん、あまり言いたくないけど、お金のことはちゃんと考えてるの？学費もそうだし、生きるだけでもお金はかかるのよ。学費は奨学金を借りるつもりなのだ。はっはっは、ほらぼろが出た。何も考えていない。奨学金ってのは借金なんだよ。知らねえんだろ。いや、知って。ちゃんと聞けって言ってるのがわからねえのか。お前はこれから借金をする。そうしたら返さなきゃいけないな。このくらいわかるよな。大学に行きたいとかいうくらいだからな。はい、なのだ。お父さんはね、あなたの心配をしているのよ。借金するくらいならそのお金を生活費に回したらどうかしら。首が回らなくなるより余裕のある暮らしをした方がいいんじゃないの。お前、もしかして家に金を入れないつもりだったのか。高校まで親の金で行かせてもらって。あーん、そういうつもりだったのか。お父さんたちがどれだけ切り詰めてたか、そんなこともわからないか。ずんちゃんが働くようになったら少しは楽になるかなと思ってたのよ。それはごめんなさいなのだ。こうして僕は大学進学を断念したのだ。高校卒業後は実家から通える地元の企業へ就職し、家計を支えることになったのだ。